皆さん、こんにちは。こんにちは。JTC チャンネルでーす。前回に引き続きまして、平田良介選手にお越しいただきましたー。イェイ。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回ですね、初めてちょっとご出演いただいたと思うんですけれども、はい、どうですか、ちょっと慣れてきましたかね。いやー、まだまだいっぱいいっぱいですね。いっぱいですか。全くそんな風には見えないんですけども、服部さんの普段 あのトレーニングの時の姿と違うなって。いやいやいや、ちょっとやめてください、やめてください。なんかこっちの方が生き生きしてんじゃん。いや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 、全くそんなことないですから。こっちがスー、こっちがスー、これがスー、これが普段の服部くんですからね。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで本日のテーマなんですけれども、平田選手の幼少期から高校時代まで、おう、こちらをちょっと深掘りさせていただこうかなと思ってるんですけれども。はあ、幼少期ですか。はい、そのプロ野球選手になられてからのことはご存知な方いっぱいいると思うんですけれども、うん、小さい時、まあ、小学生とか、はい、まあ、中学生時代とかそういった時の話ってなかなかされてこなかったんじゃないかなと。そうですね、あんましてないですけど、大丈夫ですか。ダメ、まずいですか。まず平田家昭和ですよ。この時代大丈夫ですか。令和時代にその昭和感を出していくっていう、出ちゃっていいんですか。もう全然出していただいて、全然包み隠さず言いますよ。もう全部、はい、今日はさらけ出していただきたいということで。はい、ということで本日よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではまずなんですけれども、はい、平田選手ってどんな幼少期時代を過ごされたんですか。僕の幼稚園時代は、はい、まあ、元気な子だったと思います、うん、はいはい、幼稚園の時に、はい、家の 100m 先ぐらいがファミレスだったんですよ、うん、そのファミレスのパフェ食べたいって言ったんですよ、はいはいはい、ほんならおかんが500円あげるから、うん、はい、これでファミレス行って、はい、パフェ食べておいでって言われた、はいはい、5歳ですよ、4歳と5歳ですよ。もう行ったる言うて、はいはい、行ったんですよ。はい、ほんでファミレス入って、はい、テーブル席あるじゃないですか、はいはい、ちょこんと座ってたんですよ、はいはい、ほんで水出てきて、はい、ずっと待ってたんですよ、はい、でオーダー聞きに来ないんですよ、はい、親おるやろっていうので、うんうんうん、注文聞きに来なかったんです。そのまま帰ったんですよ。そういう幼少。その小さい時から平田選手って体って大きかったんですか。いや、そんな普通ぐらいです。あ、そうなんですか。はい、成長したのが6年生ぐらいだったんで、はいはい、それまではもう背の順も真ん中らへんでした。あ、そうなんですね。はい、スポーツやってるあのお子さんとかで、うんうん、その体が小さくて悩んでる子っていうのは結構いると思うんですけれども、はい、24、5ぐらいじゃないか。24、もう自分の身長決まり出してくるので。あ、大体そんぐらいです。あ、そんぐらい。了解です。ちなみにまだこの時っていうのは、はい、野球には出会われてないんですか。小学校1年生で出会いました。じゃあここからちょっと小学校時代に突入していくという感じでよろしいですかね。そうですね。いいですね。何か当時習い事ってされてますか。小1では習い事はしてなかったです。あ、小学校1年生ではもう野球だけ。最初サッカーをお父さんとしてて、その僕の家の前が公園なんですよ。で、その公園が野球チームの集合場所だったんですよ。はいはい。で、毎日日曜日に前の公園で並んで、はいはい、おはようございます、おはようございますっていうのをいつもやってたんですよ、はいはい、で、幼馴染って、はい、見に行ったんですよ、それを、はい、隠れながら、はい、こうやって見てたら、うん、監督に何してんのちょっとついておいでって言われて、はいはい、そこからまあ淀川の河川敷の方まで行って、はい、野球やっとったんですよ。で、帰ってきて、はい、ちょ面白かったか、うん、面白かった、はい、じゃあお父さんお母さんに面白いいう意味みたいな感じで、で気づいたら入ってたんですよ。あ、そうなんですか。その幼馴染をプロ野球選手になりました。あ、そうなんですか。はい、すごい話。自分から野球がやりたいとか、はい、そういった感じじゃなくて、見に行ったら当然来いよ。で、あ、楽しかった。はい、あ、来いよ。あ、行くみたいな。あ、そういう出会いだったんですね。じゃあそんなね、平田少年ではあるんですけれども、はい、今自主トレサポートさせていただいている、まあ、JTC がもし、あったら、うん、平田少年は JPC に通われてますか。通いたかったでしょうね。行ってた整骨院があるんですよ、はい、でそこでトレーニングしてたんですよ、はい、で整骨院じゃないですか、うん、こういうもうほんま専門的なところがあったら、うん、ここに通ってやりたいですよね。あ、はいはいはい、その時のその時間を、うん、
ちなみにその小学校時代平田選手って当時どれぐらいの選手、おなんかすげえやついるぞみたいな、あそういう地元では有名でした。あへえ。でも、はい、チームも弱小チームなんですよ。あ、はいはいはい、全国も行ったことないし、大阪市の大会で勝った次府の大会があるんですけど、府の大会行って、めちゃくちゃ喜んでたっていうようなチームだったんで、知られるも何もなかったんですよ。あ無名です、ね、あそうなんですか。まあ、今現在って外野手でやられてると思うんですけれども、やり始めた時からずっと外野なんですよ。最初はキャッチャーでした。あ最初キャッチャーだったんですか。はい、熱いじゃないですか。あキャッチャー、はいはいはい。中学行った時に自己紹介あるじゃないですか、平田亮介、はいはいね、どこそこか、はいはい、ポジションはショートです、はい、って言ったんですよ、はい、じゃあそのままショートになったと嘘をついて、はい、ショートですって言ったらもうそのままショートになっちゃった。そのままショートですそれもすごいエピソードじゃないですか。今思ったらそうですよね、はい、じゃあもういろいろとじゃあポジション的にやられてるのかな。キャッチャーやって、うん、ショートやって、まあ、中学まででやったんがピッチャー、キャッチャー、ショート、ライト、はい、でセンター、はい、小学校2年生で初めて試合出たんですけど、はい、この時セカンド守りました。あセカンドもやってるんですか。だから一番最初セカンドですね。もう記憶の片隅のセカンドです中学生時代の生活っていうのはもう本当に野球漬けの毎日っていう感じですか。でもないあでもない土日でしたね。で僕らの時で土曜も授業はあはいありましたね。土曜日は昼から、ええ、で日曜日は朝からの、はいはい、み、はい、あ平日は何もゲームしてました、ね、ゲームしてたちなみにその小学生とか中学生時代にこういう練習しといた方がいいよみたいな、なんかありますか、ね、もう本当基礎の反復練習はもう本当した方がいいと思いますね。あ例えばどういった練習になるんですかね。もうあのティーバッティングとか、まあ、できんかったら素振りでもいいし、あとキャッチボール、うん、1球でも精度よくすることっていうのはやっぱ反復練習かなと思うんで、はいはい、今プロ野球選手になっている人とか社会人野球選手って、はい、何万じゃなくて多分何十万って投げてると思うんで、自分の動きと思ってる動きをできるってのって最高じゃないですか、はいはい、だからそれに近づけば近づくほどリスクとかも上がっていくのかなっていう。バッティングで言うとその辺もちょっとお伺いしていきたいなと思ってたんですけれども、またちょっとそこら辺も、はい、あじゃあちょっと言い過ぎたっすねちょっとフライング気味ですね次は高校と、はい、はい、このチャンネルでは子どもたちの運動に対する悩みをどんどん解決していきます。悩み相談など何でも結構です。ぜひコメント欄に書いていただいたら動画にしていきたいと思います。今後も定期的に発信していきますので、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。以上 JPG チャンネルでした。さようなら。